平野紫耀、クロサギ、続編の舞台裏に迫る、期待のドラマがいよいよ帰ってくる。こんにちは、エンターテインメント愛好者の皆さん。昨年11月、ジャニーズ事務所を電撃退所し、現在は、トベの看板タレントとして活躍中の平野紫耀さん。彼が主演を務めた昨年10月のドラマ、クサギの続編が制作される可能性が浮上し、多くのファンがワクワクしています。クロサギは2006年4月期に山下智久さん主演として初ドラマ化され、8年後には映画化もされました。そして昨年、テレビドラマのリブート作品として平野紫耀版が放送され、全話平均視聴率 7.4 を記録し話題となりました。その終了時には、黒崎の旅は続くとの謎めいたメッセージが登場し、続編の期待が高まりました。しかし、昨年11月には平野さんがジャニーズ事務所を脱退するという衝撃的な発表があり、一部のファンは続編の可能性に疑問符をつけていました。しかし、昨年10月に発売された女性自身の報道によれば、TBS 内で、クロサギの続編が制作される動きがあるとの情報が広まり、ますます期待が高まっています。なんと、初代、クロサギの主演である山下智久さんが、スペシャルゲストとして登場する可能性も浮上しているとか。これにより、ネット上では、主君がジャニーズを辞めたけど、続編が見られるかもしれない。ジャニーズ事務所の影響がなくなったからこそ、新たな展開が期待できるといった声が広がっています。ファンたちは平野さんの新たな冒険に胸を膨らませている様子です。さらに、2022年10月から TBS 系列で放送された平野さん主演のドラマ、クサギ2022も大きな成功を収め、人気のある作品となりました。放送終了後も動画配信サイトで視聴可能なため、ますます平野さんの活躍が期待されています。続編が実現する場合、放送はいつからなのか、地上波チャンネルや曜日、何話までの構成なのか、気になる情報が山ほどありますね。通常、ドラマの続編は1から2年の期間を要しますが、TBS は新たに制作会社、ダセブを立ち上げ、20億円の新スタジオを建設するなど、力強い準備を進めているとの噂も。これにより、最短で2024年冬には放送が始まる可能性が浮上しています。なお、クロサギとクサギ2022の違いについても注目が寄せられています。前者は原作漫画、クロサギをもとに、後者はシリーズ13までの、クロをもとにしており、リメイクよりも続編といった要素が強いようです。脚本を務める篠崎恵理子さんも2006年版に引き続き、クリエイティブな力を発揮しています。最後に、平野紫耀さんの演技力についても触れておきましょう。ジャニーズ入所前から活動していた経歴を持ち、俳優としての実績も積み重ねています。クロサギでのベテラン俳優たちとの共演にも負けず、視聴者に圧倒的な演技を披露しました。先輩である山下智久さんが演じた同じ役を、平野さんがどのように表現するのか、多くの期待が寄せられています。今後の発表がますます楽しみですね。平野紫耀さんの新たなドラマ冒険に、期待と興奮が募るばかりです。彼の独自のエンターテインメント性が、再び私たちを魅了してくれることでしょう。